はいどうも、マックス鈴木のミッションインポッシブルやってまいりました。本日の任務はですね、リンさんという方からいただきましたフライドポテトの L 大きいサイズを15個というオーダーをいただきましたので、ご用意させていただきました。で、これ15個ね入ってるんですけど、箱に全部入ってるやつちょっと食べづらいので、いつものフライパンあるんでそこにどんどん持って、それを制限時間10分で食べきれるのかという感じになると思います。なので山盛りのポテトがどんどん減っていく絵面になるかと思いますので、よろしくお願いします。情報によるとですね、3キロ近くあるらしいんです、このフライドポテト。単純に考えたら正直半分ぐらいしか多分食べれないと思うんですよ。ただそこはちょっと閲覧注意をつけることによりネオ鈴木になるので、ここから先は閲覧注意ではございますが、ガチのフードファイトを見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日の任務はリンさんよりいただきました、マックのフライドポテトの L サイズ15個でスタートでございます。はい、それでは持ってきたいと思います。ミッションインポッシブルは複数いるところじゃないと絶対やらないんで、何かあった時のためにね。オッケーベイビーって何ですか。確かに始めるのはいい。大事じゃん、やっぱさ、アメリカじゃん、大事じゃん、そういうのアメリカのノリ必要じゃん。はい、それでは開始前の体重測定のコーナー、打線。本日はパパさんでございます。ハーレーダビッドソン、ジャギーン。こうよ、多分ギュー、まあ食べながら行くしかねえよな。めちゃくちゃ泥仕合になると思う、多分。でもフードファイトって元来そういうもんだからね、綺麗に食い必要ないんだよ。ファイヤーの時マジ緊張感あっていいですね。そう、うん、楽しそう。こういって多分こういう感じなんだろうな、きっと。あと水の具合見ながら、はい、はい、しました。
はい、というわけで大失敗で、どのぐらい残ったかもわかんないですけど、これ相当残ってます。多分半分ぐらいしか僕食べれてない気がする。で、これもちょっと終われないんで、一旦落ちてるのとかも全部この中に集めます。はい、というわけで、こちら、落としたものとかも全部集めたのがこれになりますと。というかその前にまず本当にいろいろな点において申し訳ございませんでした。はい、でなんですけれども、残ってるのがこれという感じで、おそらく半分以上残ってるんじゃないかなと。8箱9箱ぐらい、ごめんなさい、本当は計量をね、正確なのしてなかったんで本当申し訳ないんですけれども、半分以上は残ってるんじゃないかなと思うので、大惨敗ということで、やってて何を感じたかというと、まず圧倒的に詰まる、本当に詰まる。で、最初無理くり入れて無理くり飲み込んでってやってたんですけど、もう僕割と序盤で結構な時間止まったじゃないですか。あの時っても完全に詰まってたんですよ。で、あ、やべえかなっていう、丸か×の判断しようかなぐらいのレベルでやばかったんですよ。でもなんとかいかないかなと思ったら、なんとか飲み込めたんで、まあ、落ちたんで、そこから食べ方をちょっと若干変えて、ギュッと集めて小刻みに入れた分をゴクって飲むみたいなのを繰り返したんですけど、やっぱ途中やっぱ焦っちゃって、また序盤の方に戻っちゃったりなんかして、結局修正も何もできず、最後までこうなったって感じなんですけど、今僕の体に起きている異変としては、まず圧倒的に喉が痛い、もうまあ切れてます。で、はっきりとお見せしないですけど、これポテト血ついてるのとかあります。さっき多分こうやってやってチーンでこうやって戻したやつだと思うんですけれど、なので喉がかなり怪我してる。それだけやっぱ飲みにくい、水分を含まないパサパサな感じなので、やっぱり言っても揚げたてでね買ってきたんですけど、やっぱりこう物取り並んだっていろいろやってるうちにやっぱ冷めていきっていうのが、今回の結果でした。せっかく、リンさんからいただいたミッションクリアできず申し訳ございませんでした。ここからは、私マックス鈴木、責任を持って、このポテトを完食したいと思いますので、声はね入らないですけれども、超ウルトラ早送りでここからお楽しみください。どうぞ。はい、というわけでごちそうさまでした。いや信じらんないぐらい量ありましたね。いや何分かかったんだって話なんですけど、でもなんとか、はい、責任を持って完食、おお、ちょっと残ってた、完食しました。というわけで、本日の、マック鈴木のミッションインポッシブルは、リンさんにいただいた任務のマックのフライドポテト L サイズ、15個なんですけれども、大失敗でございました。本当に申し訳ございませんでした。なんですけれども、この番組はですね、引き続き皆様からの、任務を、随時募集しておりますので、ぜひぜひコメント欄の方にぜひ書き込みしてみてください。よろしくお願いします。この後は最後の最後におまけで最終的な体重測りだと思います。本日もご視聴ありがとうございました。はい、オーラスです。はい、どーん、またねー。Thank you.